林勘太郎です。このような賞をいただき本当に、嬉しい気持ちでいっぱいと、そして家族、友人などたくさんの人に感謝をしたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そうですね、キャラクターや、俳優さん、作り手、書き手の意思をちゃんと汲み取れる、声優になりたいです。そしてあわよくば一個人としてもたくさんの人に幸せや勇気を与えていきたいと思います。次世代の声優を担っていけるよう頑張ります。よろしくお願いします。